マークススペンサーは、プライベートブランドの衣料品、靴、ギフト商品、家庭用雑貨、食品などを販売するイギリスの小売事業者。イギリス国内に300店以上を展開するほか約30カ国にフランチャイズ店を持つ。従業員数は、英国内で約6万3000人、国外を合わせると約8万人に上る。 グループ全体の売上高は80億ポンドを超える。ロシア帝国のユダヤ人迫害から逃れるため、イギリスへ移民してきた、ポーランド系ユダヤ人露天商、マイケル・マークスと、イギリス人のトマス・スペンサーの二人が1894年にリーズで開業した。1905年にスペンサーが、1907年にはマイケル・マークスが、相次いで死去したが、 マイケルの長男初代、マークス男爵サイモン・マークスが事業を継承し、義兄弟シーフ男爵イスラエルシーフと共同して、巨大、チェーンストアに成長させた。1926年には株式会社となり、1930年、本店をロンドンマーブルアーチに開いた。1964年に、サイモン・マークスが死去後、マークス家の親族シーフ家が経営を見たが、 1983年に、レーナー男爵デリック・レーナーが社長となってから、同族経営は終わった。1999年、オンラインショッピングができる、マークススペンサーウェブサイトを開設。リーズ市内最大規模のブルゲート店マークススペンサーは、早い段階から IC タグを取り入れた、商品管理を行っていた。下げ札式の電子タグを利用し、 商品が売れたらその場でタグをちぎり取る。この IC タグを利用することによって今どういう品物が売れているのかを豊富なバリエーションの中から把握できる。2005年頃から始まり、今では全店舗にシステムが取り入れられている。このシステムは富士通のものである。イスラエル支援企業の一つであるとしてパレスチナを支援するムスリムや 国内外の左翼グループなどから批判されており、店舗にアパルトヘイトを支援するな、などと落書きされる事件も起きている。マークス・ススペンサー側は公式なコメントとして、我々は特定の政党や国を支援したり、献金を受けたりすることはないとしている。戦術のイスラエルとの関係に関連して、1973年にロンドンで M&S 社社長が、 暗殺に推される事件が発生した。これには、共産主義思想を持つ国際テロリストである、カルロス・ザ・ジャッカルが関与していた。CM の一例、ありがとうございます。